こんにちは、ソラリンです。今日はですね、腹水についてのお話をしていこうと思います。まず簡単に、腹水とはお腹に水が溜まってしまった状態です。もともとお腹には腸がスムーズに動くためにある程度の腹水というものはみんなそれぞれ存在しているみたいなんですけど、その腹水が検査で目に見えるようになって、お腹にどんどん水が溜まってお腹が膨らんでしまうことを腹水と言います。で、この腹水が大量になって量が増えていってお腹がどんどん膨らんでいくと、お腹がカエルバラになってですね、おへそが飛び出てしまったり、あとは胃が圧迫されて食事が取りにくい、食欲がなくなってしまうというような症状もあったりします。あとは胸水っていう、こう肺の方とかにも、胸のあたり、この辺には水が溜まってきて、肺が膨らみにくくなって肺もちょっと圧迫されて息切れを感じたりとか、呼吸のしづらさっていうのも感じたりします。あとはですね、足に行った血液が心臓に戻りにくくなってしまって足がむくむというような状態になることもあります。私も実際に腹水になったので、足がむくむとか、ご飯が食べにくい、寝苦しいっていうのを経験したので、今日はちょっと YouTube でお話できたらいいかなと思います。私は肝臓が悪かったので、肝硬変になってしまって、それで肝臓でアルブミンっていうものが作られるんですけれども、そのアルブミンが少なくなってしまったことにより腹水が溜まるようになりました。手術のちょうど2週間前ぐらいがこんな感じの、お腹が出てるぐらいの腹水の量が溜まってました。で、先日他の YouTube の方にコメントがありました。看護学生の方から来たコメントなんですけど、腹水が溜まってた時って寝てる時の息苦しさがあると聞きます。ソラリンさんは就寝時にどのような工夫をされていましたか。病院ではギャッチアップを促して腹水が肺を圧迫しないようにしていましたっていうコメントが来てました。コメントありがとうございます。で、ギャッチアップって何ぞやと思ってちょっと調べたんですけど、ギャッジアップとは、病床ベッドの後頭部などを角度をつけて、健常することを意味することを専用用語らしいです。ちょっと今日は風船を買ってきたんで、腹水が分かりやすいようにお腹に風船を入れてお話ししたいと思います。感じですかね。ちょっとまだ大きいかな。さっきのギャッチアップっていうのは、寝るときに、これ以上倒れないんですけど、角度、足もちょっと曲げてかな、角度をつけて、こんな感じで寝るっていうことです。腹水溜まってると、こうフラットでぺったんこで寝ちゃうと寝にくいんですよね。で、足とかもむくんじゃうから、ちょっとこう角度つけて、こういう角度つけてもらった方が楽でした。お腹もフラップで寝ちゃうと、なんていうのかな、なんかお腹が張っちゃうっていうか、とにかくこれが寝づらくて、なので、こういうちょっと角度つけてあげた方が寝やすかったです。足もね、できたらちょっとこう、家にはそんな介護ベッドぐらいしかないと思うんですけど、病院のベッドだとここちょっとこうくの字にできるようになるんで、なるべくここの角度をこうつけるようにしてあげてましたね。なんでこれが楽なのかな。でも、こう横向きとかもなんかしんどくて、常にこう上で寝てましたね。入院は手術の2ヶ月前ぐらいから入院したんですけど、家にいる時はこの座椅子でほとんど過ごしてました。この角度がお腹にはすごい楽でしたね。で、ご飯食べる時も、もうダイニングまで歩いていくのがしんどかったんで、
この椅子と、まあ、前にちっちゃいテーブルを置いて、ここでこうやってご飯を食べてました。大学病院がちょっと遠かったので、ホテルで一泊してからこの大学病院に行くことが多かったんですけど、お腹に腹水が溜まってる時にホテルで寝るってなったら、ホテルはこうフラットのベッドじゃないですか。なので全然寝れなくて、よいしょ、ベッドがこう下にあったら、壁際にクッション積んでこうやって座って寝てました。それぐらいフラットで寝る方がきつくて、こう座ってちょっとうとうとするぐらいの方がマシでしたね。いや、お家とかのベッドでも、まあ、介護ベッドじゃなくて普通の敷布団とか、まあ、普通のベッドだったらこうこのギャッジアップの機能がないと思うんですけど、まあ、そういう場合はちょっと足とかにクッション置いてもらって高さを出してあげる。ちょっと見えるかな。ちょっとフクロウちゃんを犠牲にしてしまうけど、まあ、こうやってちょっと足元に高さを出してもらってここを角度つけてあげると若干マシでした。足にこうクッション入れてたかな。あとは枕もちょっと高さ積んでもらってなるべくお腹が楽になるように寝てました。でもなんか本当に寝るのが結構睡眠がめちゃくちゃ浅かったですね。お腹に水溜まってると、まあ、大体の人が利尿剤を処方されると思うんですけど、利尿剤を飲んでたんですね。で、まあ利尿剤飲んで腹水マシになったかって言われると別にマシになってないんですけど、まあでも私の場合は腹水を抜いたことがないんですね。大体の人はお腹に水がどんどん溜まっていったら腹水抜くっていう治療法もあるんですけど、私は腹水抜いたことがないです。で、まあ、なんで抜かなかったのかは私が断ったんじゃなくて、まあ、先生からその腹水抜くっていうお話が出てこなかったからです。で、多分私がお腹に5リットルぐらい溜まってて、まあ、石鹸で言うとそこまで溜まってなかった、抜かなくてもいいぐらいの腹水の量だったからだと思います。なんかもっと溜まってる人は本当多分10リットルとか溜まってる人いると思います。で、まあ利尿剤でなんとか腹水は5リットル以上増えずに過ごしてきたのに過ごしてきたんですけど、まあ利尿剤飲んでるとトイレに行く回数が増えるんですね。で、まあ1時間か2時間に1回ぐらいはトイレに行ってました。日中だけやったら全然いいんですけど、それが夜中寝てる間もだったんで、やっと寝れてもやっぱり夜中に 1,2 時間のペースで起きてトイレに行くって感じだったので、まあ、そもそもあんまりよく寝れてなかったかなと思います。まあ、とりあえず寝るときは角度キャッチアップぐらいしか私はやってなかったですかね。腹水でしんどかったのが、まあ、2つ目食事です。食事はさっきも言ったんですけど、お腹にこう水が入ってると胃が圧迫されちゃうので、胃がちっちゃくなるのかな、なんかちっちゃくなるっていうか圧迫されてあんまり胃袋にご飯が入らないくなっちゃうので、食事の回数を分けてました。私はまあ1日5回ぐらいに分けて食べてたんですけど、もう本当に手術前とかは朝はバナナジュース飲んで、でお昼ぐらいにまあちょっとお茶漬け食べて、午後とかにちょっとおかずを食べて、で夕方にまたちょっと野菜スムージーみたいなのを飲ん で晩ご飯もちょっとこうまあちっちゃめのご飯とおかず食べて、で寝る前にあのカロリーメイト、ビダーインゼリーとかの、これは病院からおすすめされたんですけど、こういうチューブ状のゼリーとかを飲んでました。この肝硬変になると肝臓でのグリコーゲンの貯蔵量が少なくなっていくらしくて、まあ、普通に健康な人だったら夕食食べて、まあ、翌日の朝まで朝ごはんまで何12時間ぐらい食べなくても全然別に問題ないじゃないですか。でも肝硬変の人が何時間も12時間ぐらい食べないってなると
グリコーゲンが共有できない状態になっちゃうので、朝起きた時にも飢餓状態、栄養がなくなっちゃう感じになるんですね。なので、まあ、基本的に肝臓が悪い人は6時間以上は絶食しないことが大切らしいです。なので寝る前、夜9時とかにそのゼリーを飲んでました。あとは腹水で日常生活困ったのは階段の上り下りとか自転車とかですかね。自転車乗る人ってあんまりいるかな、いないかな、微妙なとこですけど、気持ちは元気だったんで結構自転車で買い物とか行ってたんですけど、自転車って足こう漕ぐじゃないですか。でこうお腹に足が当たっちゃうんですよね。それでちょっとしんどかったですね。あとはシンプルに体力がめちゃくちゃ落ちていくんで、体力が落ちてる状態に自転車はちょっときつかったなと思います。本当にもうしんどい時は、まあ、家族に車でどっか連れて病院連れてってもらったりっていう感じでしたけどね。あとは階段の上り下りですね。これは妊婦さんとかもだと思うんですけど、普通にこう足元がこう目線で足元がお腹で隠れて見えないので、階段乗る時ちょっと怖かったです。まあ冒頭でも言ったんですけど、寝てたらマシなんですけど、やっぱ歩いたりしてると重力で水が下に降りて足もむくんでくるんですね。で足首が曲がらんくなるぐらいむくんできて、まあ、歩くのが痛かったです。この足首が曲がらなくなるので、この可動域ができなくなって歩きにくかったですね。なのでエレベーターあるところをめっちゃ探してたんですけど、意外と駅とかでもないんですよね。だからその辺体悪くなって気づいたのはバリアフリー少ないなって思いました。結構めっちゃゆっくり歩かないとしんどいです。お腹だけじゃなくて、まあ、胸水とかも溜まってくると肺が圧迫されちゃうので、すぐに息が上がっちゃうことかな。あとは寝るときに本当に胸水があるとしんどいですね。でもこれはもうどうしようもなく我慢して寝るしかなかったです。まあ息切れもどうしようもなかったかな。頑張って意識して深呼吸とかするようにはしてました。あとは何かな、あとそうそう、しゃがんだときお腹にスイカあるようなもんなので尻もちつきやすいので、まあ特に年配で腹水がある方とかは気をつけてほしいかなと思います。まあなんかコンビニとかでこう商品の陳列で下の方とか取りたい時あるじゃないですか。それでこうよいしょってしゃがんだ時にこう商品持ったはいいもののお腹が重すぎて立ち上がれないか、お腹がこう大きすぎてこう足に引っかかってこう後ろにつまずいちゃうんですよね。尻もちついちゃうとかよくはないけど1回か2回ありました。で1回こう尻もちついちゃうと立ち上がるのが、足の筋力も今やったらねこう立ち上がれますけど、ここ足の筋肉も衰えてくるので立ち上がることが難しかったですね。なのでこうしゃがんだりするときは気をつけた方がいいと思います。あとまあ身近に腹水がある方が出たら、まあ、一緒に付き添いでお出かけしてもらった方がいいと思います。とりあえずこんな感じですかね。この説明大丈夫でしたかね。角度よいしょ。入院してなくて家で過ごす場合は本当に座椅子重宝するので座椅子がおすすめです。寝るときは本当人それぞれですけど、やっぱりキャッチアップが一番寝やすいかなと思います。よし、じゃあ今日はここまで見ていただいてありがとうございました。結構看護学生の方とかご家族が肝臓の病気の方とか
見てくれてる方多いので、もし他にも何か気になる点とか、質問があればぜひコメントに書いてください。あとはインスタとかツイッターの方の、ツイッターは DM 開放してたかな、インスタが多分 DM 開放してるんで、そちらに DM 送ってもらっても大丈夫です。じゃあ今日はこの辺で腹水の話を終わろうと思います。以上、見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。